ベイスターズの先発は坂口。初回です。立ち上がりワンアウトランナー二塁一塁でバッターボックスには中田を迎えます。その中田レフトスタンドに運ぶホームラン。ファイターズが3点を先制しました。1回の表。一方ファイターズ先発は河野。1回の裏のベイスターズはワンアウト三塁一塁で佐野レフトへの犠牲フライ1点を返します。3対1。この後ツーアウトランナー一塁でバッターボックスは宮崎。高く上がった打球は左中間へ。宮崎のツーランホームランで1回の裏3対3の同点にベイスターズ追いついて、続く2回の裏ランナーを置いてワンアウトから牧。この打球で2人のランナーが帰ります。勝ち越し点はベイスターズ5対3。なおもランナー2人置いて佐野がタイムリーヒット。この後中井が押し出しのフォアボールも選んで7対3となった後、ワンアウト満塁から大和のこの打球がタイムリーツーベースになります。9対3と大量リードをしました。3回の表ツーアウトランナーセカンドで今日1番センター起用桑原。このダイビングキャッチで坂口を救います。ファイターズは5回ツーアウトランナーなしから野村がこの打球スタンドまで運んで9対5とします。7回の表ワンアウト一塁から松本の打球、さらには二塁一塁となってワンポーロン。2人目の池谷が抑えていきます。8回の裏ツーアウトランナー一塁で牧が今日3安打目となります。ヒットを放ちます。そして9回です。ツーアウトから郡の打球を桑原。9対5ベイスターズがファイターズを下しています。